はい、こんばんは。こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの小坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。おい。うん。はい、まあ、いきなりというかですけど、うん、ちょっとね、まあ、コロナもだいぶ収まってはないんですけども、あまりこう、むちゃくちゃ騒ぐことはなくなっていたんですか、うんうんうん、でもなんかちょっと、いろいろね、芸能界とかでも、いろんな訃報が出てきてるじゃないですか。はい、はい、はい、そうですね。これってね、なんか、まあ、よく考えたらじゃないんですけども、うん、まあ、ずっとまあ、SNS とかが、まあ、便利になりすぎて、うんうん、こう会話することって結構少なくなってきてるんじゃないかな。なるほどね。うん。これあって、で、そこの追い打ちをかけるようにコロナ禍というかね、うん、コロナが来てっていう感じで、うん、まあ、人と話す機会がなくなって、やっぱ孤立している人が結構多いんじゃないかなっていうのが、うんうんうん、まあ、先月ぐらいからね、うん、やっぱり言われているので、うん、やっぱその SNS って、まあ、言うと LINE でね、文字だけでやり取りするんじゃなくて、うん、まあ、ちょっと、まあ、1日、うん、1人だけでも電話して喋ってみるとか。うん、なんかそういうことをなんか一人ずつがこうやっていけば、うん、やっぱちょっとその辺も変わってくるんじゃないかなってちょっと思ったんで。なるほど、なるほど。あの2週間ぐらい前から、まあ、うちのブログとかで発信してる感じなんですけども、はい、どうですかね。そ、いや、それはねすごい大事だと思いますよ、うん、まあ、大学にね、まあ、行かせてもらってるじゃないですか、はいはいはい、やっぱりね、なんていうやろう、その対面の授業で受けるのと、はい、そのリモートで、はいはい、パソコンの画面越しに受ける授業ってやっぱりちゃうんですよね、うん、そうですね。で、そのリアルにリアクション返ってくるし、はい、でそういうものってこっちも当然ながらフィードバックできるじゃないですか、うん、だからそのフィードバックをお互いできる関係ってやっぱり健全な関係やし、はいはいはい、ものすごくやってて面白いんですよ、はい、やけどこれが多分ね、俺画面になったら全然僕の良さが生きひんからしんどいやろうなと思うんですよね。まあ、特にその学びの場っていうのは一方通行でなんかずっと情報が来てるだけで面白くないですよね、絶対ね。だからちょっと冗談交えながらとかでもね、やっぱり喋っていくっていう、まあ、会話をしていくというか、対話が成立しないとなかなかその学びの場っていうのもしんどいんちゃうかなっていうのは僕正直思ってるんですよね、うん、だから嬉しいことにすんごい急いでね、わざわざその何、電車がちょっと遅れるんで、でわざわざメールくれてまで遅刻して、はい、来てくれるやつとかいるんですよ。そういう生徒がいてくれるのすごい嬉しいの、うん、嬉しいですよね、うんうんうん、まあ、そんだけだから対面型の授業っていうのに価値を見出してくれてんねんなって、うんうん、すごい思ったりはしてますし、そうですね、やっぱ会話することっていうのが、うん、やっぱほんまにね少なくなってきてるっていう、それ慣れすぎてて、やっぱりその何かあった時に、うん、そこにこう戻れないというか、なんかこう相談する人がいないとか、うん、そこで気づいてしまう、はいはいはい、まあ、そんなのがなんかちょっと寂しいなと思って、僕なんかね、うん、言ったらほら飲んだくれじゃないですかだから1週間に1回ぐらいは誰かと飲みに行くみたいなのをやってないと、うん、いや、これアル中とかそういう話だよね、それは別にどんだけ飲んだとか飲んでないとかじゃないんですよ、うん、飲むっていうのはあくまでも機会であって、うん、やっぱそこで人と会話をする、対話をするっていうのはすごく大事で、はいはいはい、一時期フリーになって、うん、ほんまに誰とも喋れへん、嫁と朝起きて挨拶するかしないかぐらい、はいはいはい、で場合によっては嫁が出ていく時間が早くて俺が起きてなくて、はい、会話せずに朝過ごし、うん、夜嫁帰ってきて飯食う時まで会話がないみたいな、もう それ以外誰ともだって喋る必要がないから、はいはいはい、例えばアポイントがあって、うん、ミーティングするとか何とかっていうのがない限りまず会話がない、はいはいはい、ほんでね、それまで僕要は仕事が、うん、言ったら人に向かって物を教える仕事やったからめっちゃ声張って喋ってたんですよ、ところが喋る必要がなくなってくるから、はい、声帯めっちゃ弱ってきて、喋ってなかった、うん、だから最近ほんまつくづく思うんですけど、やっと最近回復してきてんねんけど、うん、配信番組とか始めた頃結構、うん、声がかすれたり、なってましたよね、ハイトーンなってたりとか、うん、すっげえ自分でも聞きにくいなと思ってる時期があったの、あれってだからやっぱ人と喋ってないとあんなっちゃう、やっぱ退化していく、ね、そうそう、必要ないから、僕らねほんま役者やってたんで発声とかしてるんで、うん、まだまだ身についてますけど、うんうん、やっぱりやらんかったら出ないですね。そうなんですよね、うん、それは感じますよね、うん、だからやっぱ腹筋もそうやし、はいはいはい、腹筋というかそのね、ここからやっぱり声を出すって、丹田に力を入れて声を出すとかっていうのも、はい、まあ、やっぱやってないとやっぱどんどんね、そうですね、されてきますから、ね、必要なくなってきますね、そう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 、
うん、だからこのコロナ禍で本当にね役者さんとかでも、うん、舞台なかなかできへんとかでいう人たちって、はいはいはい、発声練習ほんまにきっちりやってへんかったら、あ絶対退化始めようと思った時が大変やろな、うん、多分ムズムズすると思うんですよ、うん、だから僕も発信っていうか、はい、YouTube で配信したいなと思いましたし、はいはい、うんうん、まあ、僕はもう今役者は退いてるんですけど、うんうん、やっぱ何かしら表現したいじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうところでこう、まあ、僕らはまだね表現するし、うん、まあ、喋ってるしっていうのがあるから、うん、まだ全然寂しいとかそんなのないですけども、うん、話せる人がおるんで、そうじゃない人たちがねやっぱりむっちゃおると思うんですよ。いや、いると思いますね。そこをなんかね何かしらこう一日いやもうだからあれちゃいます、ここなんかやろうよ、大人の方が来てもらっていい、そうそう、もうみんなで喋ろうぜ、何でもいいから喋る、来て来てそうですよ、そういうところですから、ね、最近喋ってないねんっていう人もう何かやろうよ、どんどん来てって感じ、まだ別枠で作ろうかな、ああいいっすねいいっすね、それいいんじゃないですか、でも本当にあゆさんと喋ろうみたいな、あそれいいかもね、そんな感じなんで、なるほど、ちょっと一人1日1分でも何かと喋ろうみたいな、はい、うんうんうん、なんかキャンペーンができたらなみたいな、そうっすね、キャンペーンじゃないですけども、うん、なんかそういう拡散ができたらいいな、あ、いや、いいと思いません、ね、すごいそれは、はいはい、それをちょっと伝えたかったなと、なるほど、はい、はい、という感じですね。じゃあですね、はい、今オランダでですね、はい、あんまり日本人と日本語が喋れてないということで、はい、前回もあんまり喋られへんかったでめちゃめちゃ怒ってた人が実は待ってまして、はい、自分の時間だいぶ食われてんちゃうかと思ってだいぶドキドキしてあると思うんで、そろそろ呼んでみたいと思います。はい、はい、はい、西郷さんこんにちは。こんにちは。いや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 、前回すいませんでした、ちょっとあまり、お話しする時間が短くてすいませんでした。今なんか入ったとこやんみたいな。はい、で今日はね、もうそのオランダの話とかイタリアの話とかはまあ置いといて、まあまあもちろんそのね、ミックスしに行ったのがイタリアやったりとかするから、その時の話とかはまあイタリアの話になるかもしれませんけど、今日はそのアルバムの話ね、はいはい、まさにその今アーシャを取りに、オランダまで行ってるっていうことですから、そのアルバムの話についてちょっとがっつり話してほしいなと思うんですけど、はい、そうです、うん、まあ、でもミックスはまだなんです、あ、まだなん、今音入れが終わっただけ、うん、コピーが終わった、うん、なるほど、なんかファイルの整理とかをするから、それが整理ができたらやっと作業が始まる、うん、だからイタリア行けてよかったよねって話、うん、イタリア行けてよかったよね、行けるかどうかっつってたもんね。うん、そう。うん。で、なんやろ。まあ、こっからの作業が思ったんですよ。はいはいはい。あ、あとでちょっとした あのニュース。うん。まだ名前は言えないんですけど。うん。ゲストちょっと一人入ってもらうことに。おおお、すごいじゃん。うん。ゲスト。それもまた見るとこ。おら。マジですか。問題は今は、僕は。おお、うん。今は言えないけど。弾いてくれはったから、ソロを、うん、それを聞いて、いいやんってなって、うん、まあ、1曲は絶対も入ってもらうことになって、もしかしたらもう1曲ぐらいちょっとお願いすることもありえるかなっていう気ないな、ちょっと分からんけど。そうなんや。すごいすごい。なんかどん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 なんかすごいすごい感じになっていってんのね、音が。そうなんですけど、でまあまあクワイアとかも入るからこの音と。交互使う。え、その、めっちゃ期待はしてるよ。めっちゃ期待はしてますよ。だって俺もクラウドファンディングちゃんとやってますからね。そう。で、そうイタリアのそのスタジオでのその作業ってどんな作業をやってたの？いやでも私もだから基本的に歌は歌いに、歌通りに行ってた。うん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 。一応そこは私と、基本的に曲を作るのは私とギタリストの児童と二人で、うんうん、私が大体土台になるものを全部作って、まあ、それを彼がもうちょっとさらにバンドとしてかっこいいものにギターとかいろんなリフとかを入れて、ガーッてかっこよくしてくれる。基本的にうちらの2人でほぼ曲そのものはでき上がっていく感じなんだけど、ギドさんっていうのがイタリアの人よね。
ギドさんっていうのはイタリアの人よね。制作においての中心人物的な感じだから、うん、彼と私と私は自分の歌を歌うために行ってんだけど、うん、あとそのエンジニアの人、まあ、反プロデューサー的な感じかな、うんうんうん、だからプロデューサーの人なんかな、それともまあ部分的にはその人もだいぶ結構話をこうした方がいい、直した方がいいって言ってくれたから、3人で私の歌を歌いながら、まあこうあくまでその歌と全体の流れとっていうところだけやけど、みんなでちょっとここない方が良くないとか、なんかそういう話し合いとかをしながらこう詰めていった。なんかさ、そのイタリアにいた時にフェイスブック上げてた記事とか読んでたら、なんかすっごいこう盛り上がって、これめっちゃええんちゃうんみたいなんで盛り上がったみたいなの書いてあったから、どんなんで盛り上がってたよ。泣いたで、一曲泣いた、マジで。はあ、え、ギターで？じゃない、ボロじゃないで、ボロボロってなった。ボロボロ。その一応ある曲をまあこういろいろやって。それちなみにどこの国のやつ？日本のやつか。めっちゃ来た。それを最後これでいいかなってなった時に、じゃあ最後一番なんかまあその一番なんていうかな、スピーカー両方あって一番 A 席、そのエンジニア席みたいなそこで一回全部ちょっと。あと気になるところがないか言ってみたいな感じで、こう最初からガンってこう、うん、ガン聞いたときに、うん、おーなんかおーえ、それを見たギドはどういう反応やった？あ、その瞬間はな、ギドおれへんかった。あ、そうなの？おれへんのかって。何やプロデューサーちゃうの？一応でもプロデューサー忙しいから、あ、たまにプロデューサーいなくなってる。なるほどなるほどなるほど。あ、その瞬間おらんかったんだよ。プロデューサーおらんから、たまにそのエンジニアさんが反プロデューサーじゃなくて、ああ、なるほどなるほどなるほど。2人でプロデューサー、プロデューサーどことか。なるほど。でもう今これ別にギャグやから、ちゃんと仕事してるね、もちろん。いや、もちろん分かってる分かってるよ。だけどなんかで、すごいお前何でもめっちゃしてくれんだけど、唯一、うん、彼の何やろな、マイナス、うん、ダメとは言わんけど、それ味があるんやけど、それは人のキャラとしてうちらは受け入れてんねんけど、うん、時間感覚っていうかな、なんかすごい適当やねんや。さすがイタリア人。そう、ほんで、ね、じゃあ明日分に行くよとかって前日言ってたとするやん。明日は何時ぐらいに来るのとか言ったら、アフタヌーンとか言ってて、な、夜9時に。なるほどね、なるほどね。アスターやけどな。なるほどね。大体ちゃんと朝からおったりすんねんで、うん、毎日そうだったんじゃねえ、多分。でもなんか他に忙しいこともいっぱいあるから、はいはいはい、仕事とかもちょっと自分が中心になってやらないことあかんもあったから、なんか一回もうアフタヌーン言うててめっちゃ待ってるんで、7時ぐらいのまだ来るんですよ。いつ来んのってなんかメールしたら9時ぐらい行く。えらいアフタヌーンやな。アフタヌーンっていうか、なんかアフタムーンって感じやな。そう、ほんでな、ヌーンって何時か分かってますよね。分かってるよ。何時？正午。12時でしょ。おう、12時。ほんで、最後の日にうちはちょっとこう、空港に帰らなあかんとか、迎えに行くって、うん、で、うちはいつ頃行ったらいいってなったから、ビフォーヌーンって言ったんですよ。なるほど。キレッて言う返事来て、うん、で、その当日、なんか、メール来て、うん、じゃあ1時に行くよって来て。全然ビフォーちゃうやん。ビフォーヌーン、ライトって来て、いや、だから、え、ビフォーかってなって。それとのエンジニアさんと2人で見てて、なんかちょっと笑って、なんかビフォーヌーン、ライト1時って書いてる、どういうことって言って、エンジニアさんも、ビフォーヌーンではないなとか言って。で、私が、え、ルーンって12時やけどって言ったら、えって言ってた。え、イタリア人英語知らんのけ？いや、一応彼は多分平均的なイタリア人より喋れるもん。やんね、絶対そうやんね。だけど、イタリア人全体的にあんまり英語みんな喋らない。あ、ほとんど、まあ、日本人ほとんどではないにしても、ヨーロッパの中ではほんま英語喋れる人が多い国。ああ、そうなんだ。うん。うん。
さすが関西人やね、知らんけど最後入った1時やろ15分から、みたいな、なんかもういつもそんなノリやからな、うん、なんかそこだけがちょっとたまにいない。なるほどなるほど、うん、なるほど、いやでもそれ楽しみやね、そのあのさやこさんがもうボロボロって涙を流したっていう、うん、そうに日本の曲のところでしょ。いやでも別にその曲だけがええじゃなくて全曲いいのよ。うんうんうん。でまあここでなんかすごいギロはそんなあかんやつやみたいな話をしてしまって、ええ話もしないし返すわけ。いやそうやねそうやね、うん、したってしたって。だからほんまにすごいんやで。だから私は一緒に仕事をするんやけど。もちろんもちろんもちろん。1日歌取りをオフにした日があって。うん。でそのイントロとアウトロってあの一応アルバムがこう一つのコンセプトになってるから、はい、それをまとめるっていう意味でイントロとアウトロをまあ私はいつも用意してるんですけど、うんうん、アウトロはもちろんみたいなんでイントロはそこへの導入っていうことで、うん、でそのイントロとアウトロは私はまだ作ってなかったんですよ、うんうん、でなんか即興でそんな短いもんやし、うん、即興でなんか湧いてたもんで作りたいなという思いがあったから、うん、あえて作ってなかった部分もあって、うん、でそのじゃあそのオフの日に私がヒドと二人でそのイントロとアウトロを作ろうっていう話になって、うん、もう彼はサクサク作ったよ。へえー、すげえ。ほんまに一日っていうか半日ぐらいやったかな。ほう。もうだからあれよね、サエゴさんのその音楽のことがすごいもう理解してるんだよね。そうだから一応世界観とかは言ってて、うんうん、でイントロに関しては私が前にちょっと使ったもあのモチーフみたいなのがあって、それを使ってやりたいっていうのがあったから、うん、あの、うん、私が作曲してる部分もだいぶあるんやけど、はい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 、は実はもう今回アウトロの曲だけは私ほとんど何も触れてない。うーん、彼が理解してこれでええちゃうかなってやりだしたから、もう私なんか面白くて、でなんか横でずっと聞いてた。いやだってフェイスブックにも書いてたもんね、あの自分の世界観を表現してくれてっていう。でなんかそのなんか状態を状況が分かってくれたから、うん、ここってなんか宇宙的な音入れたらええやん、そうそうそう、私はひたすら横でそうそうそう。思いついたってじーってやりだして、ほらって最近起きてたら、それそれそれって横でずっと言ってた。なんかこう不満なとこがなかったから、そう私言ってただけやのアウトロに関しては。そうなんや。うん、だからアウトロの作曲者も彼やなと思って。おお。まあ本番なんか良かったね。とりあえず最後にですね、最後に。一言日本のファンに向かって一言いただいて締めさせていただいていいでしょうか。いやだからさ、そういうの苦手やからさ、うん、なんかもうお前も輝きをしかないまたそれか俺またそれにあのあれかあのエコーかけながらの何を言ってほしいか。いやいやいや、だからさ、そのほらじゃあやん、そのまあアルバムはさもうほらあれでしょ、その、クラウドファンディングでその事前に購入した人に送るだけやからあれやけど、でも多分これその事前購入した人も見てるから、だから、もうすぐお手元に届きますよとか、なんかそういうメッセージって言えるじゃん、そういうのを言ってほしい。そういうこと、そういうこと。別にお前も輝けようもいいけどさ今だって私が輝きわかんから何やったのって頭の中で考えたこと言うていい？いいよ。輝きをみたいな、また同じようなアカウンシーで君の魂が永遠だ。わかんない、わかんない、使う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 、それ使う。アホなら、こと考えられへんわ。うん、世の中でやるけど、うん、大丈夫、届くから。私はやっぱりアーティストとしてみんなに伝えたいことはそこやから。なるほどね、なるほどね。だからそれを思いながら毎日。はい、ちなみにそのまあ、キックスターターで、事前購入した人の手元にはいつ頃届くことになるんですか。あ、それがもしかしたら1ヶ月ぐらい遅れちゃうかもしれない。あ、そうなの。うん、1ヶ月ぐらい遅れて、いつぐらいになるんだったっけ。それでそれでそれプラスそのイタリア人のノリがちょっと、うん、
予定通り。あ、そこはもうイタリア人のせいにすんねんな。いや、だってな、ちょっと聞いてくれ、もう一個だけ言わせて。もう一個だけやで。ちょっと立ててようと思ってさ、おう、例えばね、その、うん、あのアフタヌーンティーに来た日本に、うん、でこれはなんかこれしてからこういう流れがあるから、これいつできるか教えてくれへんって言うでしょ、うん、なんて返事書いてくるの、なんて書いてくるの、イエス、それ答えちゃうやん。なるほど。それはなんで私が聞いたかというと、そのエンジニアの人もその質問をしたらしいみたいな、うん、答えが返ってきえへんっていう、うん、それじゃあ私が聞くわって言って、なんか彼のところにこれを渡さなあかんねんけど、いつ送れるって言ったらイエスって書いてで、で私がそのエンジニアの人に、なんかそのエンジニア社が答えをまだもらってないからって言ったときに、じゃあ私が聞いてみるわって言ったら、すぐエンジニアの人からそのイエスっていう答えがフォワードされてきて、うん、転送されてきて、はいはい、でも僕が聞いたときはイエスっていう返事やったんで、私でもやっぱりイエスやったから。なるほど。そう、で答えになってんから分かれへん。分かれへんね。でももう、もううちらはでも仕事はしっかりしていうことは信用しているので、え、結局年内ぐらいやったっけ、年内じゃなくて年明けんの、あ、一応年内にその多分ちゃんとキックスターターの人に渡せるようにちゃんと考えてる、はいはいはい、多分一般発売とかは多分来年に入るかなっていう話、うん、ちゃんとレコード会社もしっかり準備していったので、はい、正式発売みたいなのは来年年明けてから、なるほど、なるほど、スターターとかでサポートしてくれた人の事前の一番先に送る商品は年内発送を考えております。はい、わかりました。もう本当にね、待ってますからね、日本でもたくさんの人が。で、あのまたそのね、一般発売だ、その日本でも販売だとかっていう話になったら、まあ、僕らもあの微力ながら、あの配信とかいろんなところでね、はいはい、宣伝させていただきますんで、はい、頑張ってね、あともうちょっとやるけど頑張ってね、あのイタリア人の、いい返事をちゃんともらえるように頑張ってね。うん、ほんま。な、いつ遅れる、イエス、意味分かれ分かれ。そうやね、でもほらイエスじゃなくていつってもう一回聞いて、うん、ほんなんなんて書いてきたと思う。 I will do it。 何やそれ。そうしたいと思う。やるよ。100年、だからいつって聞いておるよね、日本人でもおるよね、そういうやつね、もうイライラするやつね。うん、結局でもちゃんと結構早く来て、ああ頑張ってくれたよね。なるほどね。わ、うん、かりました。なんかギドがものすごくなんか気になる感じで終わりたいと思います。でもこれ悪いこと言ってんやな。大丈夫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 。あのみんな多分ギドってめっちゃおもろいやつと思ってる。はい、ということで、オランダからサイコさんどうもありがとうございました。あのまたエンディングで、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ一旦切ります。はい、はい、みんな巻きでいくぞ。あゆっさん、あゆさん頑張れ、負け負け負け、はいはいはい、本日から始まっております自主映画上映イベントですね。はいはい、はい、明日もやります。17日土曜日、はい、13時15時17時と3回上映ありますので、はい、ぜひお越しください。はい、お金の方へ、さあ、鑑賞料ですね。焦るな。ちゃんと伝えます。はい。鑑賞料は800円プラスドリンクのオーダー制となっております。はい。はい、その次の日ですね、18日土曜、日曜日が、舞台演劇上映会となっておりまして、今回は演劇派カラーズの、作品、ミラージュとフーの作品を、上映いたします。一作品800円。2作品で1500円、3作品で2000円となっておりまして、すべてドリンクのオーダー制となっておりますので、ぜひぜひお越しください。自主映画の上映会と、舞台演劇の上映会は、10月やって、あと来月も違う劇団とか、はい、劇団会とかで、上映していきたいと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。はい。はい、はい、それだけです。はい、はい、その分だけです。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあまた、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ高橋さん。はい。
はい、こんばんは、高橋です。はい、こんばんは、高橋です。はい、シネマ2U のコーナーでございます。はい、グレムリン2の T シャツ着てますけども、はい、意味はございません。はい、はい、では、もう、はい、はい、入ってみましょう。はい、はい、本日10月16日、金曜日から全国労働集道路、みんなな、焦らんとこ、労働省中ゆっくりでもいいからちゃんと喋ろう、はい、スパイの妻、はい、劇場版になりましたね、はい、これ実は、NHK で6月に同名ドラマある、BS でやったみたいな、はいはい、それを、スクリーンサイズや色調を新たにしてやったんで、見た時はなんかスパイの妻だけやったんですけど、劇場版がつきました、うん、はい、監督は、兵庫県生まれ黒沢清監督です、はい、でこの作品はですね、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で銀獅子賞最優秀監督賞を受賞した作品です。はい、で脚本にですね、濱口竜介さんと言いまして、ハッピーアワーね、神戸を舞台にした、方も入ってます、はいはい、で寝ても覚めてもの、監督をしましたね、はい、でこれも一応、神戸が舞台になって、神戸ですね、満州から帰ってきた時にちょっと旦那さんがスパイ的な行動するんじゃないしたんじゃないかということで、蒼井優さん演じる妻がですね、こう探っていくという、はい、ちょっとサスペンスエンターテインメントでございます、はい、東出昌大さんも出ております、はいはい、この人はね、寝ても覚めても出てましたけどね、はい、非常にその割合、政治的サスペンスドラマで非常に面白くなってます、はい、神戸の自然とかですね、はい、神戸の集落館とか、神戸市民にはもってこいの建物も出ます。よろしくお願いします、はい、でサブで坂東龍太さんとか常松ゆりさん、この2人もいます。いろんな映画に出てます。調べた割にいっぱいあったので今日もできてませんけど、はい、その方も頑張っております、はい、そしてこの、主演2人、高橋一生さんと蒼井優さんは、はい、実は今年ロマンスドールというのが1月24日に公開した作品でも夫婦役をやってます、はいはい、この作品は、田中由紀さんという方が監督脚本原作でして、全編 16mm フィルムを撮っ、フィルムで撮ってる作品です。で、まあ、ピエール滝さんが出てます、はい、また出てますけどね、はい、結局は、ラブドールですね、ラブドールの胸を取るモデルさんで、バイトでいたのがこの蒼井優さんで来て、うん、一応恥ずかしくて気に入ってそのラブドールの胸やっていうのを言わなくて、うん、医療のね、はい、医療の器具のために作ったということで、うん、10年間放置してたという、うん、ああ、そうなんだ、はい、そうなんだ、なんで蒼井優さんにも、秘密が隠されてっていうのが10年間ですけども、話は意外な方向へ展開いたします。なるほど、はい、この2本、比べてみるといいかなと思います、うん、はい、はい、今日は日本をお届けいたしました、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうも、ではエンディングということなんですが、はい、みんなどうしたん、なんか息切ってなんか息切れてるよ、大丈夫、最後が一番落ち着いてるよね。そう最後さ、一人だけ落ち着いてて、もうね話の途中から俺ずっとずっとこの時計ばっかり見てたから、ね、あ、20分過ぎたよこれみたいな。途中で諦めましたね。だいぶ諦めましたね。俺ともうお坂部さんが2人して、うん、止められへんこれと思って。こっちはもうええからね。アイさんとはもう今週飛ばしてええから。覚悟ながらちょっと。はいはいはい。まあまあね、久しぶりにでもね、日本語で日本人と喋ってる感じですよね。会話がね。はい、まあまあとりあえずね、またまたぜひ出ていただきたいなと思いますんで、どうした、大丈夫ですか、はい、また出ていただきたいと思う。声切れた、声が切れてる、ええ、いや喋ってる、声入ってる、入った。なんかあれ、この人うるさいと思って、なんかしてない。それはあれちゃう、そっちのオランダの家の人がうるさそうやから切ったんじゃん。まあ、また本当にぜひですね、番組出ていただきたいなと思いますので、はい、お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、バタバタしましたけど、また、来週よろしくお願いします。じゃあ今週どうもありがとうございました。ありがとうございました。